オドレートトゥ8月9日隊は、フランスの女優。映画、アメリの主演女優として有名。ピュイドイコールドーム県出身。父親は歯医者で、母親は教師。子供の頃から演じることに興味を持ち、演技のクラスをとっていた。1996年に、フランスのテレビ映画、カーデシブルの小さな役で、女優デビュー。以来、 テレビ映画やシリーズのエピソード、短編映画に出演を始め、人気シリーズ、女系部、ジュリー・レスコーの第29話、仮面パーティーにゲスト出演し、公演。1999年に公開された映画、エステサロン、ヴィーナスビューティが、フランス国内で、ヒット、翌年のセザール賞有望若手女優賞と取材ヌ、ビアンケッティ賞を受賞。2001年に公開された、 主演映画、アメリが日本をはじめ、フランス国内外で大ヒットし、世界的に有名になった。2002年には、スティーブン・フリアーズ監督の打天使のパスポートで、初めての英国映画でトルコ語なまりの英語に苦労をしたという。2004年には、アメリの監督ジャンピエール・ジュネと再び組んだ、ロングエンゲージメントで高い評価を得た。2006年に、 ダヴィンチコードでヒロインのソフィーヌブを演じ、トム・ハンクスと共演。この作品でハリウッド作品に初出演した。2009年に公開された、ココア・バン・シャネルでは、ココ・シャネルを演じた。作家のビクトル・ユゴー、オスカー・ワイルド、ポール・オースター、ティモシー・ザーンや、詩人のシャルル・ボードレール、トリスタン・ツァラが好き。ありがとうございます。